日米野球ファンの注目を一身に集める大谷翔平が6日は、投、で躍動した。イチローが特別アドバイザーに就任したばかりのシアトルマリナーズを相手に6。対3分の0、被安打6、奪三振6、失点2の好投を見せ、今季3勝目を挙げた。マリナーズの先発はフェリックス・ヘルナンデス、32、メジャー14年間で164勝116敗、記事全文を読む。